い、ワンダフォーオートモーティブの安見です。今回はね、ちょっと内装に、まあ、引き続き、次、カスタムね、ポルシェを、まあ、カスタムする上でですね、まあ、この997型を使ってちょっと弊害に、ね、なるような部分を、まあ、ご紹介していきたいと思います。まず、ウイングですね。ポルシェのウイングを、まあ、交換すると。で、通常の彼らであれば、これね、こう、上がるね、自動でこう、上下するような、まあ、ウィングになるんですけど、まあ、それがね、結構ちっちゃいんで、もっとね、かっこいい、ウィングに変えたいっていう時に、ちょっと弊害になる部分が、実はあります。はい。まあ、こういうね、ウィングに変えるためにはですね、これ固定翼っていう風にね、言わせてもらうんですけど、まあ、自動で動くものをですね取っ払って固定翼つけましたってなったとしても、エラーがね出ちゃうんですよ、車内にね。まあ、リアスポイラーのエラーが出てしまうという方はですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、まあ、こう開きますよね。で、まあ、こういうふうにね、まあ、ついてるんですけど、まずね、この形、まあ、使うねウイングの部分によってこのブロワーファンをね固定するボルトが通常の彼らは3つしかないんですよ。言ったら3点で支えてるということですね。で、ただ、このねエアロに関しては4点式なんでね。で、これ4点式のブロワーファンどうやって探したらいいのっていうふうに思われると思うんですけど、これターボ用のね、やつは4点式で止まってるんですよ。で、これをもし例えばね、買ったエアロがこの4点やったという場合はですね、ここは、ターボ用のブロワーファンに変えてもらう。これもね、1万5000か確かなんか2万いかんぐらいやったかなと思いますね。はい、まあ、ちょっと忘れましたけど。はい、次に、配線ね、通常であれば言ったらこの中にですね、まあ、モーターとかが入ってるわけですよ。自動で、スポイラーが動くようにですね。なんですけど、これをね変えるってなった時に、このねコネクタつながってるところ、ここにねボディ側の、ハーネスがあります。で、それと、このね、リアスポイラーのハーネスがつながってるんですけれども、ここにね、カプラーがあるんで、ここをね、外して交換しないといけないわけですよ。で、これをする時にですね、まあ、普通のね、もともとついてた彼ら用のもの、自動でね、動く用のものを、固定翼に変換するためにはですね、このハーネスを変えないといけない。うん、じゃないと、言ったら、もともとね、つながってた線が余っちゃいますから、それでエラーが出ちゃうわけですよ。で、よくね、この中をね、もう、ばらしてしまって、で、いろいろね、こう、付け替えてとかやる人も多いんですけど、ウィングとかね、もう変える場合はですね、もう純正についてた、このね、エンジンフードごとね、もう保管しておいてもらった方がいいと思います。はい。で、ハーネス類だけ、ハーネスね、もしこのブロワーファン変える必要があるんだったら、これだけ変えて、付け替えるようなイメージですね。で、ハーネスはどういった種類があるかっていうと、まあ、例えばですよ、もともとね、リアスポイラーの可変式のものっていうのは、リアスポイラーがこう、まあ、上がりましたと。じゃあ上がったら、ここにね、ハイマウントのランプっていうのがあるわけですよ。で、これが余っちゃうわけですね、ハーネスが。これはハイマウントがないバージョンなので、これが余っちゃうと。じゃあエラーが出てしまう。じゃあどうしたらいいかっていうと、固定翼のハーネス用ハーネスっていうのがあるんです。固定翼用のハーネスっていうのが。で、それを、まあ、購入していただいて、じゃあね、それはね、ハイマウント用の線がないバージョンのものがね、ポルシェ純正であるんで、それを付け替えてもらうことによって、そのハイマウントのエラーっていうのはなくなります。
もともとウイング動くわけじゃないですか。で、これを固定翼に変えるためにはですよ、中のウイングをね、こう上下させるボタンあるじゃないですか。あれを言ったらキャンセルしないといけないんですよね。で、そのキャンセルするためにはまあコーディングが必要になって、まあそれもね、ほんと簡単に、ショップの方で、できます。はい。まあポルシェをね、診断するための、診断機を持っているところであれば、大概やってもらえるんちゃうかなと思いますね。はい。まあ言ったら自動でね、こう上がるような、コーディングから、ポルシェの、自分は今固定翼つけてますよっていう、ものに変換していくと。じゃあ中の、ボタンもね、キャンセルされて押しても別に何も反応しなくなるんで、そういったね、エラー等も、そのコーディングで消すことができます。ポイントとしてはもうだからこのハーネスですよ、うん、ハーネスを、ハイマウントなしのものに変える。で万が一ね、ここハイマウントブレーキランプのついてる、ウイングであればですよ、あれば実はね、彼らって2個ハイマウントあるわけですよ。このね、上側にもハイマウントがあります。はい。で、まあ、言ったらここにねハイマウントついてるんだったらもういらないわけですよ、ここに。じゃあどうするかっていうと、これを取っ払いますね。取っ払う。でここ取っ払ったらここ穴開くんちゃうのと、いう方もね、考える方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ここをね隠すためのものっていうのがあるんですよね。でハーネスも変えてもらう。これでまあエラー関係はもう解決ですね。はい、以上になります。で次に車高値をね、入れたい場合、車をねちょっとね車高下げたい場合とか、サスペンションをねちょっと交換する、ことがあると思うんですけども、まあ、その時にちょっと気をつけていただきたいのが、まあ、PASM っていうね、ポルシェの、サスペンションの調整のスイッチが、まあ、車内にあるわけですよ。まあ、サスペンションのね、マークがあるものがあるんですけど、その車高調をですね、まあ、こう、選ぶときに、PASM 付き対応のものか、対応じゃないものかっていうのに分かれるんですね。で、その PASM 付きの、に対応しているものであれば、コネクトはね、まあ、差し込んでいただくだけで、エラーっていうのは全く出ないんですけど、普通のね、そういうのに対応していない、車高値を入れるときはですね、その PASM のエラーを消してあげないといけないんですよね。で、まあ、どのようにね、まあ、消していくかっていう方法なんですけど、まあ、2つぐらいありまして、まずね、その、純正の方はね、サスペンションがあって、PSM 付きのサスペンションの上からねコネクターが出てるんですよ。まあ、それもケツも前も一緒ですね。どちらもついてるんですけど、その間にですね、キャンセラーっていうね、まあ、そういう出してるところがあるんで、それをまあかましてあげて、エラーを消す方法っていうのがあります。もう一つが、PASM のですね、まあ、モジュールを取っ払って、まあ、コーディングでですね、もともと PSM を装着していない車ですよっていう風に書き換えてあげることで、まあ、エラーっていうのが、なくなります。はい。で、まあ、簡単に、もう本当に簡単にちょっと言いますと、まずね、そのモジュールどこにあるかっていうと、この助手席側のですね右端ですね、ちょっとね見づらいんであっちから回ってもらいましょうか。はい、じゃあね、そのモジュールの場所なんですけど、997はね、このね、中にあります。はい。なので、このね、上にね、ちょっとカバーがあるんですけど、まあ、外してもらって、外してもらってね。で、この中に、PASM の、モジュールが入ってます。で、そのカプラーをですね、抜いてもらう。ちょっと今ね、これね、もう抜いてるんで、見えるかな？あ、これですね。これ今もう抜いてるんですけど、このカプラーを外してもらって、で、診断機の方で、まあ、PASM の装着
してるかしてないかねっていう、まあ、コーディングを、してないの方に、まあ、言ったらPSM 装着されてませんよっていう風に、書き換えてあげることで、中のね、PSM あのサスペンションの調整のスイッチも、反応しなくなりますし、でなおかつエラーも出なくなるんで、それでね、消してもらうことができます。はい、まあ以上がね、まあ997をまあちょっとカスタムする上で、まあ、一番多いんちゃうかなっていうちょっと弊害の部分ですね。まあ PSM、まあ、車高調入れる時と、あと、リアの、ウィングを、交換する時の、ことでした。まあ、まとめるとですね、まあ、ウィングは、まあ、純正のもんも取っ払ったらもうそのまま置いといてもらって、ハーネスだけ交換ですね。まあ、これもハイマウントがあるかないかで、変わってきます。はい。で、次に車高調は、PSM の、まあ、モジュールを外してでコーディングを入れるということですね。まあ、どちらもね、コーディングが必要になってくるんで、診断機がどうしても、必要になってきます。はい。ただね、その診断機も実際ね、今後、まあ、カスタムしていくんであれば、まあ、海外とかでもね、こういう、まあ、ポルシェ用の診断機とかっていうのがある程度できるものっていうのがあるんで、まあ、そういうものをね、まあ、ご自身で、まあ、購入されて、まあやまあ、自分で基本的にはやるっていう人は、一つね持っててもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。まあ、今後ね、まあ、自分でメンテナンスとか、まあ、カスタムされる方は、まあ、そういう診断機を、まあ、ご用意してもらって、で、まあ、やってもらったらと思います。まあ、こういったね動画をちょいちょい上げていきますんで、チャンネル登録と、グッドボタンの方よろしくお願いします。それではワンダフォーオートモーティブでした。